目が覚めましたか。ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。ゆきちゃん、神楽坂君にお詫びして。申し訳ありませんでした。あれ、今舌打ち。か君と県立第一高等学校普通科1年。成績、見た目、身長、体重も至って普通。普通の庶民と評価でき。サンプル候補として最適である。それは男好きであること。はあ。しかもマッチョな肉体にしか性的興奮を覚えない筋肉フェチであり、ガチの方。待てー。何か。誰が筋肉フェチだ。違うのですか。とにかく誤解だ。俺はノーマルだよ。あなたが筋肉フェチでない場合、機密保持のため地図にはない場所で一生過ごしていただくか、このまま学校に滞在される場合は生徒たちの体操を守るため。太ももコレクション。まさか筋肉フェチというのは嘘。うわーい。筋肉はしょーい。はあ。ずっと目覚めなければよかったのに。じっと見ているのが仕事です。昔の CM みたいに言っても、俺から白い液体は滴り落ちねえよ。それはセクハラですか。違うよ。男子と言ってもマッチョ好きの変態ですが。誰がマッチョ好きの変態だ。違うのですか。あなたがノーマルであった場合、お嬢様方の安全のため今すぐ男性器を切断。将来の夢はマッチョに塗る油になることです。目が覚めましたか。ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。ってあ、これは間違いなく太ももだ。ここに太ももがあるってことは、つまり。他人に触れられるというのは、どこにではなく誰にという部分が精神的に最も重要だという事実がおかげさまでよく理解できました。好きな子にちょっかいをかけたいという。違うよ。違うのですか。あ、当たり前だろ。何言ってんだよ。本当に違うのですか。だって俺筋肉にしか興味ないし。そうですか。安心しました。目が覚めましたか。ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。俺ループしてるんじゃないかな。あの九条さん。残念なことに私はあなたの専属メイドです。あなたを起こすことも遺憾ながら業務に含まれています。何気に悪口4回言った。尺です。5回言った。もう起こすのやめてもらっていいよ。スマホにアラーム機能あるんだし。わかりました。では今からそのスマホを破壊します。なんで。過剰な機械化は労働者の敵です。では今まで通りということでよろしいですね。ああ風使う勝負